こんにちは、綾瀬です。今日は視覚に障害がある方の音声での情報配信のすすめというタイトルでお送りします。こんにちは、萌です。情報配信のすすめ。ごきげんよう、ななみです。視覚に障害がある方に限らず、ポッドキャストや YouTube などで情報を配信してみたいなと思う方もいらっしゃると思います。そうよね。今は YouTube だけじゃなく、ニコニコ動画、ツイキャスなどの動画や音声配信のサイトもあるし、私は見ないけど、実際に Instagram や LINE や X に動画はアップできるよね。うん、誰でも動画を発表できるね。でもさ、視覚に障害がある人にとって動画を作るのは大変じゃないのかな。龍之介のじいさん、どんなことが大変なのか喋れ。はいはい、その前に少し話を整理しましょうね。視覚に障害をお持ちの方といっても様々な見え方がありますから、一概に困難とか難しいと決めつけるわけではありません。またご家族やご友人の協力を受けて配信されている方も多くいらっしゃいますね。ここでは龍之介さんと同じくらい目が悪い人に情報配信をおすすめする内容をお話しします。確かにジジイも楽しそうだよね。楽しいことは他の人にも教えなさいって幼稚園の園長先生が言っていたわ。そうね。でも視覚に障害がある方の動画配信って少ないし、確かにハードルは高そうね。具体的にどんなことがハードルなのかしら。はい、いくつかあると思います。一つはそもそもカメラ回そうにもどう映っているか確認できないという問題がありますね。うん、それはわかるけど、このラジオのように音声メインなら関係ないし、 YouTube でも静止画を1枚つければあとは音だけでいいんでしょ。そうだったわね。それでは音声での配信についての問題点はあるのかしら。はい、いくつかあると思います。その前に音声の収録についてどんな方法があるのか考えてみますね。まず龍之介さんはマイクを直接パソコンにつないで、サウンドエディターのオーダーシティというアプリを使って録音しているわ。そうね、龍之介さんの場合、音声を編集したい、BGM をつけたい、私たちの声とつなげたいなどからサウンドエディターを使っているのよね。でも単なる声だけならボイスレコーダーとかスマホの音声レコーダーなどのアプリやパソコンのサウンドレコーダーで録音する方が簡単ね。龍之介のじいさんはどうしてそうしないのかな。簡単なのに。音声を録音した生の音にはいくつか困ることがあるのよ。どんなこと？まず音の大きさ、小さい音だと聞こえないし、大きすぎる音は割れた音になって聞き取れなくなるの。龍之介さんはオーダーシティのエフェクト機能のノーマライズで調整しているわ。別々の音源でも同じくらいの大きさに自動的に調整してくれるからありがたいそうよ。あとノイズ、雑音ですね。風の音や周りの音って結構録音されるし、室内でもエアコンや冷蔵庫の音、外の車の音などは結構入るの。まああまり気にしなくてもいい程度なら問題はないけど。そうね。もう一つは生の音源って前後に余計な部分があって、切り取り、トリミングが必要になることが多いわ。結局編集っていうのをしないと公開できないことが多いのね。そうね、求めているクオリティにもよるけど、それは必要だと思うわ。でも目が悪い人にはハードルが高いのね。龍之介さんはそんなに難しいことではないと言っているわ。そうですね、龍之介さんは音声の編集はオーダーシティでやっているけど、無料のアプリだし、スクリーンリーダーさえあれば PC でそんなに難しくなく編集ができているというお話なの。龍じいさん、そうなの？立花龍之介です。今日は視覚障害者の方に音声で情報を配信しましょうというおすすめでございます。さて、今まで話してくれたように、多少動画を配信するっていうとね、なかなか難しいところはあるんですが、まあ映像なしでも動画は配信できます。静止画1枚あればいいんです。それは別に私のようにサムネイルを作ったりしなくてもですね、自宅に飼っている猫の写真1枚でも構わないわけです。
まあとにかく著作権に問題のないものであればね。でその動画用の静止画1枚と音声ファイルがあれば、YouTube でもそれからいろんな SNS にでも動画をアップロードすることができます。で音声編集の話ですけれども、私の使っている音声編集アプリ無料ですけれども、オーダーシティ、スペルは AUDACITY、オーダーシティですね。古くからあるサウンドエディターでですね、無料で、パソコンにインストールできます。でこれはね、ほとんどマウス操作なしでキーボード操作でいけます。で私現在どんな、操作をしているかというと、オーダーシティは録音の機能があります。マイクロフォン、USB タイプのマイクロフォン、1万円前後ですね、それを買ってきまして、パソコンの USB に突っ込みますと、マイクは特にアーダコーダーしなくても作動するはずです。でオーダーシティを立ち上げまして、録音というボタンもありますし、キーボード操作でしたら、一番上のですね、録音と再生というタグからですね、録音を選びまして、すぐ録音するというような選択肢がありまして、それを押しますと録音開始になります。で言いたいことを言いまして、終わるときにスペースキーをポンと押すと、そこで切れます。でこの音声、録音した音声を選択ということで全て選択しまして、エフェクト、つまり、現在ある素材に何らかの効果を加える、これがエフェクトなんですが、これをやっております。全然難しくありません、やっていることは。一番最初にやることはノーマライズでございます。これはノーマライズと選んでですね、エンターキーを押すだけです。そうするとまず音の大きさというのが一定になります。まあ細かい、理屈は避けますけれども、昔はね、増幅をした上で、一つ目の録音と二つ目の録音、音の大きさを聞き比べて、ちょっとこっちの方が大きいとかね、スライドバーをマウスで操作して、まあ目いっぱいに拡大してね、調整してたんですが、ノーマライズですと一番大きい音がこのレベルということで設定できるんですね。音割れする 97% とか 95% とかね、そうすると全部大体同じ音になります。ですから私の最近の配信では、こう途中ブレイクが入った後の音の大きさですね、こう大きかったり小さかったりというブレがなくなっていると思います。次に、同じくエフェクトでコンプレッションというのをやります。コンプレッサーをかける、これは喋ってる状況の中で声が弱くなる部分と声が強くなる部分がある、これを安定させるというような機能です。その次にあるのはクリックノイズの除去。クリックノイズというのは、タンとかパンとかいうような、まあ口の唇ですとか舌で出る音ですね、これを除去してくれます。次に無音の切り詰め、これは何回もお話してますけども、喋ってる途中でね、さっと言葉が出にくいもんですから、なぜかというと台本を見ることができないんでね。であるいはボイスレコーダーなどに、台本を吹き込んで途中途中で聞いてたりするんです。そうすると10秒30秒1分聞いてるときは喋れませんので黙っています。この無音の部分を自動的に1秒前後に切り詰めてくれる、この秒数は指定できるんですけれども、そういう機能があるんですね。そうするとまあテンポよく聞けるということがありまして、
これだけやってます。もう一回言いますと、ノーマライズで音の大きさを統一して、コンプレッサーで声の状態を安定させて、クリックなノイズを除去して、そして無音を切り詰める、これだけしか現在やってないんです。で、前後に音が入ることがある、まあ室内での録音の場合というのは後ろですね、ストップボタンの代わりにスペースボタンを押しますんで後ろが多いんですけど、ついつい誤ってマイクに触ってしまうことがあるんですね。そうするとそこに雑音が入るので、それを除去する、結構面倒です、波形が見えないのでね。A ボタンで再生をして、でノイズの入ってるそのちょっと手前で S ボタンを押さなきゃいけないんですね。で S ボタンのところにカーソルが来ますので、そこから先を無音化するという編集をやるんですね。めんどくさいんで、もう極力慎重に、スペースボタンは押すようにしてますから、最近あまりいないですけどね。そんなことですんで、室内で録音するにあたってというのは編集は大したことないです。じゃあ他にどんなことをやってるかというと、まあこうやって、録音をする、そして彼女たちの声は別のアプリで、テキストデータで入力して音を作る、そうしましたらそれをこのオーダーシティの中で並べていくんですね、トラックにね。で数珠つなぎに並べていくという機能がありますんで、連続して並べてくれる、そこに BGM をつける、まあ途中のブレイクとかエンディングを入れる、それで完成なんです。まあ、やり方もいろんなやり方してみたんですけど、今のやり方ですとそんなに大変じゃないです。準備運動は必要ですけどね、BGM を集めたり、それをつなげて、音量をだいたい同じぐらいにして、小さい音量にしないと BGM も使えませんしね。だからそんなに凝らなくてもいいんです。自分の声だけでも全然問題ないですし、 BGM 入れたかったらそこの部分入れるぐらいでしたら、簡単です。私みたいにね、30分やろうとか思うと大変なんです。10分15分でしたら結構楽ですよ。まあそんなところです。龍之介さん、ありがとうございます。キーボード操作だけで編集はできるんですね。まあ龍之介さんの場合はそうしているということですね。他にも方法はあるのかしら？いくつか方法があるから簡単にご紹介するわね。一つは Spotify for Podcaster というサイトで制作する方法よ。最初にアカウント登録が必要だけど無料なの。 Spotify for Podcaster ね。そのサイトで新しいエピソードから録音または編集を選ぶと、録音、トリミング、BGM の挿入までできて、その音源を自分のパソコンに保存できるの。はい、しかも Spotify での配信も簡単にできるわね。他に方法はあるの？動画作成の時に編集する方法があるわ。 Windows 11の標準のアプリのフォトというのがあるの。その中のビデオエディターというところで動画を作れるんだけど、1枚の写真と生の音声で一度動画を作った上で、トリミングや音の大きさの調整、BGM などの編集が可能よ。他にもいろいろ方法はあるようだわ。龍之介さんのおすすめは、スマホでもボイスレコーダーでもプレックストークでも何でもいいから、一度録音をしてパソコンに取り込んだら、それをオーダーシティに取り込んで BGM をつけて完成という方法よ。でもさ、龍之介さんはなぜ音声配信をみんなにおすすめするのかな？それはね、情報を配信しようとすると文字、テキストデータか音声、あるいは動画になるわよね。そりゃそうだよ、他にない。そうね、でも文字って感情が伝わりにくいし、ギャグなんかも難しいでしょ。確かに私のセンスあふれるギャグは文字では伝わらないわよね。そうかもね。かもねかもね。そうかもね。好きになっちゃうかもね。あんたそのグループ好きなのね。誰が好きなの？おっくん。あはは、
それ、ELT。 はいはい、まあ、音声だと楽しいのは本当ね。ええ、それと、龍之介さんは、音声での配信には、緊張と緩和のバランスが必要と言っているの。真面目な話だけが続くと、伝わりにくくなることがあるというの。そういう意味では、逆だけじゃなく、ゆるい部分は必要だと言っているの。なるほどね。私も役に立ってるのね。うん。まあ、楽しみながら作る方が、伝わると私も思うわ。みんなも、いろいろ作って楽しんでほしいな。他のやり方も教えてほしいわね。そうね。外での録音とかも、龍之介さんはトライするそうよ。楽しみにしてくださいね。はい。実演を交えて、また配信していく予定です。それでは今日はこの辺で失礼します。本日も、最後まで聞いてくださいまして、本当にありがとうございました。チャンネル登録やフォローよろしくね。さよなら。ごきげんよう。また来てね。きっとだよ。バイバイ。本日は立花龍之介ラジオを聞いてくださいましてありがとうございます。このラジオの内容は立花本人の経験や感想に基づいています。正確な検証をしていないこともあります。どうかご了承ください。今後も気軽で楽しい放送をお送りできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。